ホセ・ミゲル・ウレーニャ・ロドリゲスは、ドミニカ共和国サント・ドミンゴ出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のデトロイト・タイガース所属。愛称は、エル・ヌエベ。2009年にアマチュアフリーエージェントで、フロリダ・マーリンズと契約し、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・マーリンズで、プロデビュー。 14試合に登板して3勝3敗にセーブ、防御率6.75,15奪三振を記録した。2010年もルーキー級、ドミニカンサマーリーグでプレーし、13試合に先発登板して5勝6敗、防御率2.61、66奪三振を記録した。2011年にアメリカ本土に渡り、A-9、ジェイムズタウンジャマーズでプレー。 15試合に先発登板して4勝7敗、防御率4.33、48奪三振を記録した。2012年は A 級グリーンズボログラスホッパーズでプレイし、27試合に登板して4勝1敗にセーブ、防御率3.38、101奪三振を記録した。2013年は A 級ジュピターハンマーヘッツでプレイし、27試合に 当番して10勝7敗、防御率3.73、107奪三振を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2014年は a 級ジャクソンビルサンズでプレーし、26試合に当番して13勝8敗、防御率3.33、121奪三振を記録した。2015年は開幕を トリプル A 級ニューオーリンズゼイファーズで迎えた。4月13日にデビッド・ヘルプスの故障者リスト入りに伴ってメジャー初昇格し、翌14日のアトランタ・ブレーブス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは20試合に登板して1勝5敗、防御率5.2528奪三振の成績を残した。2016年も先発で投げる一定のチャンスを与えられたが、 28試合中12試合が先発登板で防御率6.134勝を9敗という成績に終わり2年続けて結果を残せなかった。2018年8月15日のブレイブス戦でロナルド・アクーニャ・ジュニアに対して小石球を与えたため退場処分を受け、16日に MLB より6試合の出場停止と罰金の処分を受けた。 2020年11月30日にディフェとなり、その後自由契約となった。2020年12月23日にデトロイトタイガースと325万ドルの単年契約を結んだ。オプションとして最大25万ドルの出来高が含まれる。ありがとうございます。